このレモンは91gあります。皮ごと丸々レモンの場合は、両端を切って、これを3等分して各テーブルに3分の1ずつ、皮ごと丸々レモンに3分の1ずつ入れて、各テーブルに配布します。レモン果汁の場合は、皮とか綿が入らない方がいいので、半分に切って、グレープフルーツナイフ、グレープフルーツスプーンで、中の果汁だけを出してフィルターでこすようにします。周りの綿とか皮が入らなければ、この部分は入っても実験に変わりはありませんでした。なのでこれで切っても綿が入らないように切って絞っても大丈夫です。レモン果汁絞ります。90gほどのレモンですが、果汁が結構出ますので、1個果汁を絞れば3テーブル分できます。キウイの皮を剥きます。この芯の部分、種のところがどうやらポリフェノール、ビタミン C ではなくポリフェノールが多いのようなので、ここの種の部分を避けて切ります。フィルターに入れます。フィルターに入れたら、これを絞ります。10cc あれば十分なので、これを各テーブルに配布します。キウイはちょっと大きめなので、1つ絞ったら3等分して、10cc ぐらいで十分だと思います。2000ml に 12ml うがい薬を入れて、でんぷん液を 20cc 入れたものを、リーダーが作ります。作ったものを 300ml ペットボトルに入れます。スライド9の説明が終わったところ、各テーブルに配布します。おろし、ちっちゃいスポイト5個、マドラー5個、レモン果汁 10cc 程度入ったレモン果汁、サンプルのうがい薬を入れる紙コップ5個、それからメッシュリンダーは学校で借りたのを1本ずつ配布します。